この間伊勢丹行ってバレンシアガの売り場行った時ちょっとだけソワソワしてもうた。多分何も知らないと思いますけど、うん、やってくれてるらしいなみたいなこともないと思うけどなんかちょっとだけああそうかみたいな。いやでも逆にバレンシアガの人バレンシアガの人が僕ちっちゃい財布をずっとなんか探しててだからグッズとか出してくれたらいいのになと思ってこのライブのライブグッズ、うん、バンド名のロゴが入ったミニウォレットをそれバッタもんやレザーでバッタもんやん違うお前やバンドの公式グッズとしてそうなってきたら名前あかんのちゃう確かにそうなると権利問題そうやろうなグッズはこの皆さん着てる服だけえやんねんあこれ出すのえこれライブグッズT シャツ、うん、T シャツなんですいやいや誰が買うねんダッサーやめた方ええって G と J と K を1枚ずつくださいみたいな買われ方する場合もあるかもしれませんまあでも井上さんとかは愛がいいとかいう場合もあるからそうか自分のね祝おうとしてじゃなく私も愛やからとかでもそうか女性が来たら可愛らしいかもなダサいでしょなんかパフィーみたいなさあまあねそれやったらあっちも売れるかもね子供用あ確かに子供は着てたら可愛いよな大人は着んのもなっていうの結構ありますもんねそれ子供用あったらええのにみたいなでもこれはもう子供が着てたらもうそれカツオやもんな確かにねだけだゴリライモですよこれさあ来たる12月19日、うん岩尾さんの47回目のお誕生日です47最年少が47歳岩尾が47、はいリアリーワオリワオハッピーバースデイトゥーユーだってこれを吹き消したらもらわなダメなんでしょはいありがとうございます、はい、どんなになってんのそれ絵はあ雑誌風にしてくれてんねやなんかベースマガジンみたいなベースマガジンの表紙にバレン岩尾が鳴ってるみたいなすごいデザインです凝ってんなうわすごいねなんか特集も書いてんのかな分からんけどざっくりの告知も書いてるやんざっくりライブとかが書いてくれてるとで祝辞バースデーも書いてるあそうですねありがとうございますさあ6月に、僕、9月には小籔さんやりました我々3人から岩尾の目標をプレゼントしておいたので、紹介してください何でしょうかじゃあまず1枚目から、はい、はい、いきます目標このチャンネルで自分が軸の恋愛バラエティをシリーズ化させるすごいなそんなんすんの僕をまあ奪い合うみたいなあバチェラーみたいなうーんバチェラーいやもう参加したい人いてはると思うよですよねうん2から3はいるんじゃない少な見応えなバチェラータイプもあればどっかのタレントさんとか呼んできて、はい、その3日だけ付き合ってみたみたいなあなんかありますね私たち結婚しましたとかもありますしね、うんはい、お試し恋愛疑似結婚生活を送ってみるみたいなだからことを3日だけ付き合ってるみたいな感じで過ごして、はい、3日最後にこのまま継続しますか継続しませんかみたいな、うん、あの車 のリースの方式というか3年借りてから、はい、それ買いますか買いませんかみたいな、はい、選べますからねほんまに好きになるからなあそういう仮想恋愛っていうの経験あるんですか俺ある2、3回あるやってた誰が来るのか知らないけどピンポンってハウススタジオ開けたら、はい、ハウススタジオがもう家やけど、うん、開けたらその人来てみたいなん で1泊次の日の仕事行くまでっていうで晩ご飯買い物行ったり、うん、ほんで吉川日野の社員ってなんか買い物ないごわーとか言ったら財布持っててちっちゃい日野ちゃんがポッケって借りれんのって言った時に俺なんかもうキュワーンってうんって
ポッケって借りれんのって、めちゃくちゃ、俺そんなこと言うと初めてで、めちゃくちゃときめいたもん、うん、だからこれもポッケ貸しますシーズン3ぐらいまでいきますなんやねんそれ、そのままタイトルに使うなよさあ今回のポケ貸しですけどもね、始まって恋愛リアリティショーってこう略されますからね、今日好きみたいな、ポケ貸し、ポケ貸しええやん、ポケ貸しシーズン3行きましたよついにとかいうのでシリーズ化やんのしていきます、このチャンネルで、このチャンネルでやんの、はい、で我々がモニタリングだよ、あそうですね、いうことか、はい、そうか、なんかこう欲しいですけどね、なんかそういうちょっとこう滝沢カレンちゃんみたいなスタジオ女性目線ね、おっさんばっかり見てるよりはそうね、ゆうちゃみなとか、でゆうちゃみがシーズン2までスタジオがおったのにシーズン3ゆうちゃみ来てるやんみたいなことになったりとかついに参戦とか、ポッケ借りてるやんだからこれからブレイクする女性タレントとかも出てくるみたいなことですね、はい、ブレイクせんやろその企画に出て、ポケ貸し出身なんですみたいなことです、はい、はい、すごいやん、はい、ありがとうございます。あさあ続いてこちら、アメリカで岩尾ソースを大ヒットさせる、何やそれ、何なん岩尾ソースって、なんかこう日本人が作ったソースってなんかアメリカで、いやあるよ、なんか吉田ソースみたいな、はい、みたいなね、だから日本よりアメリカの方でメジャーでみたいな、いやでも食のイメージないからな、あ確かに、でも俺ほど何にでもソースかけてきた人間おらんから、なるほどそうか、はい、ちなみにあれちょっと変わってんなって言われたの何、ね鉄板焼き、お焼き肉を家で食べる時は醤油とマヨネーズを溶かして巻いたオリジナルソースを作って、お岩尾ソースや、そうなんですよ、それが原型やったんですよ、その幼少期の原体験が、いややったことあります、醤油にマヨネーズかけて混ぜて焼肉、焼肉はそうでした、焼肉のタレみたいな、スルメとかな、あそうですね、ほんまスルメの食べ方、確かに、うん、スルメ以外であんまやったことないかもしれない、だって意外と売ってなくないんですか、何もうブレンドされた醤油とマヨネーズっていうソース、はいはいはい、みんなが醤油もマヨネーズも当たり前に買うから、もう自分らで勝手にってなるじゃないですか、え完成形が醤油とマヨネーズとんでもない、これほんまに当たったらもうえぐい、えぐいっすよ、いやそのなにちょっと一味入れたりとかなんかそうなんな、別に、いやもういよいよスルメですやんアレンジさえ、いやだから岩尾ソース一味味みたいなのも、うん、もう元から入ってるやつ作る、スパイシー、はい、すごいな、アメリカの規模でそこで大ヒットすごいよ、はい、何千億円、そうですね、ポケ貸しのスポンサーできるやんそうやっぱああいうのって外資がつかないと制作費かかりますからでもそんだけ金持ちになったら小屋そりにも冠スポンサーついてくれや、ああ岩尾ソースブースちょっと来てもらうのダメですかいや行く行く行く出番前結構来てもらうのダメですけど、いやそれは行きますよ、それはもう爆乳三姉妹と松浦がギター元松浦と爆乳三姉妹行きますんでね、それはそれはそのマークはやっぱこの金色の岩をこうするとかの丸あ顔を入れる、やっぱり顔は入れた方がいいですね、ブルドッグソースのブルドッグのとこが岩になってるみたいな、はい、そこつくしでいいんじゃん、あなあ確かに、しかも茶色やしな、あの色、うーんそうですね、醤油とマヨネーズ混ぜたみたいな色してるもんね、あだからやっぱりその僕が抱っこしてるようなイラストとか写真がいいかもしれないですね、うん、だからそれから財を成してそれを使ったファーストフードの店出して、はい、軒先にこの今言った岩尾で、はい、その地域の野球が、はい、30年ぶりぐらいに優勝したら、はい、川に投げられるみたいな、はい、ケンタッキーや、はい、ほんでそのソースの作り方は岩尾しか知らない、はい、カーネル・サンダースの話、醤油と、ま、マヨネーズしか混ぜてへんのに、はい、お金すごい儲けんな、今年ありがとうございます。さあそして最後、何ギャグ、目からのヌーを、目からのヌーを流行らせる、はい、えギャグやギャグやりますやっぱりこうもっと覚えてもらうためにギャグって必要ですから、
目からのヌーを。あ、そうか、はい、目と似てるから、はい、今出番で出ていってもなんかこう最初にドンってこう掴むような、いやいや、ほんまに出ていった、ようこそとかとかね言ってるけど、ようなことでネタ入るだけやけど、花丸大吉さんとかもう出だしでちょっとこう花丸さんがモノマネ入れたりとか、なんかそういうフレーズがあるとそうドンってきますから、目からのヌー。だからってなんで目からのヌーなん、どんな振りなん。目からのヌーですよ、うん、目からのヌー、何やそれ、何やそれ言ってる自分のギャグやん。どんなどんなリズムなん。いや、これはでもこうあの読んだ通りです。いや、トーンとかもあるからちょっと一回やってよ、うん、目からのぬーですよ、そら目から…え、振りは振りは、え、なんかポーズあるやん。ありますよ、目からのぬーだから目でしょ、さ目…だからこのひらがなを見てたらわかるじゃないですか、だって目から目とぬー似てるな、はい、はい、目からのぬー面白いやん、うん、どこが目やね、最初が目じゃないやろ、あんまり最初が目じゃないやろ、出てきてよ、二人二人袖からね、はい、袖から 前でやらな、はい、見えへん、いつかいいかいいかいいかいおおおおフトボラーです、よろしくお願いします。目からのぬこれでもうドーンですよ。いや、だいぶスタイル変われへんじゃあ、レーからのねっていうのもいけるの。わーからの、あ、わーからののね、わーからのね、わーからのね、あ、ねーか、え、ぬーか、これ目からのぬーやねなんでパニってんの。わーから、わーからのねやの、おーわーからのわーからのねもう全部これ、まあ、ローからのルーはローからのルーもっと来年には綺麗ようになってますから、このルーのこのええやん、今まだ、ちゃんとギャグできてるやん、言い方もトーンも俺ちょうどやと思うわ。 C からのモーもいけるな C からのモー空からの平和空からの平和あーおかしい、まあその50音いろいろある総称した、まあ、代表格として目からの、すごいやんかそれ、はい、ええー、のできたやん、ええー、のできたな。だから岩尾ソースの CM の最後はやっぱ目からのぬーで目からのぬー言ってぬーでかけるとか。なるほどなるほど、そうか、人回転多いからな、うん、ソースの消費量も、はい、そうですね、それでぬーしたいとかぬーしすぎよダメよとかお母さんに言われながら、ああおかしい、流行るというええやん、ええな。ざっくりライブでこう お披露目してもいい、何からの何なのかもう目からのぬーでいいよそれは絶対配信の順番間違えんといてや急に知らん、こんなことしてるってことあるからないかがでしたかプレゼント。え、プレゼントもうたやん、うん、こんなん自分からは絶対出てこないから、出てこなかったのでね、うん、どれも、うん、なのでいい1年になりそうですね。そうですよね、はい、次回はラスト3月のジュニアさんの誕生日と、うん、いうことですね。何からの何をもうアルファベットいかな、無理や、やりくりが C からの G とかじゃないともう残ってないからチャンネル登録お願いします。ライブグッズ T シャツ、うん、T シャツいやいや誰が買うねんダッサー